そうだ、今日はイングリド先生に呼ばれてるんだった。来たわね、エルフィール。なぜあなたがここに呼ばれたかわかりますか？わかりません。でしょうね。分かっていたらこんなことにはなっていないでしょうから。エルフィール、あなたはこのままでは卒業できないと判断されました。そんな。あなたの成績では普通に留年しただけでは到底卒業はできません。しかし、あなたには2つの選択肢があります。1つは卒業するための特別試験を受けること。そしてもう一つはアカデミーを辞めて家に帰ることです。さあエルフィール、どちらにしますか？お決めなさい。え？それは本気で言ってるの？そう、どうやらあなたはどこかにあの入学試験の後の気持ちを忘れてきてしまったようね。どうして自分がアカデミーに入ろうと思ったのか、どうして錬金術師になろうと思ったのか。私はね、あの時のあなたにはもっと大きなものを感じていました。今はまだ小さいけれど、きっと大きくなる何かをね。でもあなたの意志がこんなに小さいものだとは思っていませんでしたよ。とても残念です。もう行きなさい。